埼玉ブロンコス、はい、3ゲーム差離れた東京アパッチを迎える最後の2連戦なんですけれども、とにかく埼玉連勝が欲しいわけです。で、舞台はいつもの所沢ではありませんで、行田&秩父でのホームゲームです。サードここです。行田グリーンアリーナ、ここにあります。グリーンですね。東京からだいたい車で2時間のところなんですが、先に到着したのは現在7連勝中のアウェーゲームに乗り込む東京。何かこうね、あのブライアントヘッドも含めて表情に余裕すら感じられる感じ、そして遅れて10分、3ゲーム差で追うホームの埼玉登場、所沢からやってきました。行田で初開催です。ブースターコーナーです。あの東京アパッチのブースターも来てました。あのいつも、ね、有明盛り上げる DJ 梅の姿もあったんです。こちらの青江川、ほら、ね、いますね。さあ決戦です。ところがね、清水大志郎がちょっとね、お腹のトラブル、それからディオフも右肩痛めて2人いないという苦しい状況でのティップオフになりました。先にリズムを掴んだのはアウェー東京です。まあまずはヘリコプターがご挨拶代わりの豪快ダンクなんですが、これ河内さん、スターター全員がみんな点を取るという。そうですね、ベーカーでしょ、ニック・デイビス、そして続いて中間純平、さらにガード牧田蓮里志もという、みんな持ち味を発揮して、あっという間にスターター全員得点。埼玉を抑えづらいですよね、こうなるとね。ヘリコプターの鋭いドライブには本当に手こずった感じの埼玉ディフェンス。何しろヘリはミドル&素早い動き、東京リード。ところがここからこのヘリコプター封じにデンマーヘッドの秘蔵庫安藤投入。ディフェンス見てもう素晴らしいディフェンス力を発揮します。すごいですね、ポジション取りがね。ここまでなかなか出番がなかった安藤ですが、デンマーヘッドにディフェンス力を買われて今年花開いている、そんな安藤にご注目を。このスティール、そのまま速攻、安藤シュートはさすがにブロックに合ってしまいますけども、ゴードン・ジェームスのフォロー。安藤のディフェンスが着実に埼玉に流れを呼び込んでいます。ディオーク不在、実質オンザコート2埼玉、ゴードン・ジェームスのショット、それからアンドリュー・フィーリーインサイド、そしてジェームス・デイビス、JD の3人交互に出てきてゴール下で活躍、成果を残していきます。こうした外国勢プラス庄司、村上といった日本勢ががっちり噛み合って、埼玉が徐々にひた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 追い上げます。しかし東京もこのところの7連勝の原動力はやはりディフェンス力、埼玉に抵抗。でも川内さん、シーズン振り返ったら序盤はこんなこと考えられなかったですよね。本当チームディフェンスが良くなってきましたね。ありましたね。攻撃でもシックスマンとしてこう着実に何か開花している青木恭平、さらにディーン・ブラウン、セカンドユニットもしっかり仕事をこなし、ロースコアの前半は東京3点リードで折り返しです。さあ勝負の後半です。第3クォーター、新旧リバウンド対決、ゴール下での一騎打ちにご注目。まずは DJ1 シーズン目のリバウンド王ニック・デイビス、一方昨シーズンのリバウンド王ゴードン・ジェームス、どっちもリバウンドからの得点。これは武器だ。いや、すごいですね。埼玉ディフェンスをかいくぐってニック・デイビスはこのクォーターだけで12得点。でもこれ以上にすごかったのがゴードン・ジェームス、もう見てるだけですごいんですが、ニック・デイビスの後ろから飛んでますからね。このクォーターだけで9リバウンドです。で、得点に至ってはダンク2本を含む14得点、ゴードン・ジェームス。第3クォーター、ゴードンの一人舞台で埼玉逆転で5点リードを奪います。ガールフレンドも拍手。さあ最終クォーター、ただ埼玉のジェームス・デイビス、あれ鼻、東京のヘリコプターもあら鼻、鼻血が出るほどの激しい攻防。さあここもゴードン・ジェームスの勢いが止まりません。ニック・デイビスをブロックしたかと思うと、ここから速攻、前線を一気に駆け巡り立て続けのダンク。ブロックしてそのままね、すぐダンクですからね。そうなんですよ。一時は13点リード埼玉、ところが東京も諦めないディーン・ブラウン、こちらもディーン・ブラウンも負けじと2連発ダンク。さらに厳しい安藤のマークを振り切ってヘリコプター、ジョン・ハンクリー。ゲームはまだまだわからない。ここで勝負を決めたのはディフェンスの男安藤。この日初めての得点が東京を突き放すスリーポイント。これで勝利を決定づけた埼玉はゴードン・ジェームスがこの日5本目のダンク。大志郎も雄たけび。最後はフィーリーが締めくくってお祭り騒ぎ、行田グリーンアリーナ。崖っぷち埼玉が東京戦今シーズン初勝利、なんとかプレーオフ争いに踏みとどまった。特に安藤の頑張り報われました。さあ舞台はぐーっと変わって秩父市文化体育センター、桜浜田三部崎。埼玉に春は訪れるか、ライバルに連勝で踏みとどまれるか、負けられない戦いの中、トレーニングルームをちょっとカメラが覗くと、おっ、大志郎、この日も点滴を打ってきたんですって。黙々ランニング、
休めないですよね。責任感が彼を動かします。一方ディオウフは怪我が治らず厳しい、この日も欠場です。苦しい埼玉でしたが立ち上がり日本人選手の活躍、まず開始後の代役として頑張る村上、そして前日のヒーロー安藤も決めます。そして庄司得意のスリーポイント、そしておりゃ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 気合が入っています。ディフェンスでも気合入りまくり、こっから埼玉速攻に結びつける酒井ローレンサーロンがらしい柔らかいショットを決めます。さあ第1クォーター終盤には清水大志郎をついに投入、出てくるなり結果を出します。 PD へのナイスアシスト、そして大志郎をスティール、でここから得点。体調不良の苦しさを感じさせません。しかし東京ヘリコプターが安藤に昨日のお返しとばかり、この日もディフェンスの意識が高い東京に対して埼玉ショットはエアボール連発でした。それだけ厳しいディフェンスですよね。ということですね。さらに追い打ちをかけるかのごとく埼玉の生命線インサイドの3人がファウルトラブルで、第2クォーターにはこれご覧いただきたいんですが、ゴードン・ジェームスが自分でショットを打った後不用意なテクニカルファウル、なんか言っちゃったんですかね。前半3人でほらご覧の通り7つのファウル、これは厳しいファウルトラブル。逆に東京はヘリコプター、それからデミオン・ベーカーを中心にオフェンスリバウンドから面白い4得点、これ大きいですね。大きいですね。かと思うと外からはテクニシャン青木浩平しっかり決める。ああ DJ 梅この日も駆けつけていました。バランスのいい攻撃で前半東京が大きくリード、なんとか反撃したい埼玉、とにかく後がない。後半今度はガード陣のファウルが加算でしまいます。納得がいかない審判のコールに対してちょっと集中力が途切れて埼玉ガード陣もイライラ。これを知る目に東京はヘリコプター来た。でダンクの後はこれもぜひご覧いただきたい、スクリーンスクリーン、うまく使って外からのミドル、勢い止まらずガッツポーズブースターたち。昨日に続いてこの日もディーン・ブラウンがダンク連発、すでに15点のリードを保ちながらゲーム終盤です。埼玉誰もが勝利を諦めかけたその時、怒涛の反撃の開始、立役者は大志郎、ドライブにスリーポイントに孤軍奮闘、清水大志郎、みる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 点差が縮まる、笑顔が戻る。そしてこの大志郎もスティールから速攻、今までのストレスを発散するかのごとくゴードン・ジェームス豪快に叩き込んで一桁差7点差に詰め寄って、もうすっごい盛り上がりです。一気に追いつきたい埼玉、ただここで立ちはだかったのはやっぱりゴール下の番人ニック・デイビス、ブロックショット3連発、それもジェームス・デイビス相手だったんですが、最後までよく戦った埼玉、でも東京とのゲーム差は再び3ゲーム差、残りが4試合、埼玉絶対絶命のピンチに立たされました。いいゲームだったんですけれど、逆に埼玉も豊富ね、はい、いっぱいは痛いですね。そういう腰感情を考えてもね、かなり苦しくなってしまいました。まあ、仙台のこと1位が決定したわけですね。それで2位新潟、3位東京が勝ち星並んで、埼玉とのゲーム差が3ゲーム、埼玉は残り4試合で3勝、新潟との直接対決がこの後控えていますが、やっぱり厳しい。厳しいですよね、この一杯大きい。はい、ではさあお知らせの後です。4月第1週のゲームをお伝えしていきます。では本日最後の2カード、イースタンカンファレンス2位と3位の争いです。こちらも熾烈、沖縄対東京、そして新潟対埼玉戦です。この沖縄戦で連勝すれば3位以内を確定できる東京が、まず立ち上がりはリードしますが、沖縄も得意の速攻からエリック・ワルトン、おなじみの豪快ダンク。東京は青木浩平がここ決めれば、沖縄は拓司の連続スリーポイントで逆転。さらに爆発したのはシンプソン、一気に5本連続ゴール、沖縄が前半でリードを広げます。しかし第4クォーター、東京は4人のオンザコート4切り替えると、ディーン・ブラウンが豪快ダンク、さらに今度は柔らかなショット、東京がここで同点に追いつきます。落ち着くんだという沖縄でしたが、ブースターの願いもなし、終盤フリースローのチャンスもしっかりとものにした東京が3点差の逆転勝ち、3位確定へ大きく前進します。続く日曜日はデーゲーム、暑いとそのブースターに仰いでもらう東京ベンチ、ブライアントさんも半袖になっちゃいました。しかしプレーオフ進出に燃える選手は気温26度も何のその、お前ヘリコプター、俺は暑さに強いんだぜという豪快なダンク。さらに情報はスリーポイント連発、昨日とは対照的に第3クォーター序盤で大量リード、21点差、それはダメだよもうダメと、沖縄は地元でのラストゲームで攻めてもと終盤ダンクを披露しますが、焼け石に水、東京第2戦は余裕の勝利、
さあそしてブライアントヘッドはそれにしても今日は暑かったなと。こんばんは。こんばんは。プレーオフへの戦いもいよいよクライマックスです。今夜はレギュラーシーズンのラスト2試合とワイルドカードゲームをたっぷりとお伝えしてまいります。はい、で解説は BJ リーグコミッショナーの河内俊光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまですごいことになるとは。いやー本当すごいですね。そうですね、まあ、今日とにかく結果を知っている方もぜひじっくりとご覧いただきたいと思いますが、まずは順位表からまいりましょう。はい、それではまずイースタンカンファレンスから見ていきましょう。はい、仙台が1位を決めていますが、2位の新潟と3位東京の勝敗は並んだまま最後の2試合を迎えます。ただ得失点差で新潟が東京を大きくリードしていますので、新潟が2勝すればほぼ2位を確定するという状況になっています。さあ一方のウエスタンカンファレンス、こちらも得失点差で大阪に差をつけている高松が1位、したがって最終戦で両チームとも2勝した場合、大阪がよほどの大差で勝利しない限り高松が1位となります。3位を争う大分と福岡は、福岡の2連勝が最低条件、大分が1勝すればやはり得失点差で大きくリードしていますので3位が決まるという状況です。その大事な東京対大分のゲームですよね。まず力が入るんですが、はい、お知らせの前にもお伝えした通り、福岡が先に2連勝してゲームを終えています。はい、で大分は1つ勝ちゃいいんです。3位キープできるんですけれども、はい、東京もね、東京でということで、うん、新潟逆転2連勝がかかるゲーム、東京有明コロシアム、注目のゲーム。1勝すればいいんです大分。意外に敵地に駆けつけた選手たちの表情は明るくてね、鈴木ゆきのりも頑張りますなんてね。さあ逆に東京は3位以内はもう確定させている。あとはワイルドカードホームでできるかどうかの2位争いなんですが、でも2位になるためには連勝が必要というシチュエーション。さあ立ち上がり、東京にリードを許しながら大分はアンディ・エリスがここダンク決める。逆に東京もアリウープでヘリコプター、ジョン・ハンフリーが例によって決めると。大分はジャスティン・アレンが首を痛めてまして、シュートがなかなか入らない。そこで岡谷ヘッドは泣く泣くアレンをベンチに戻してクリス・エア早め早めの投入。ただクリス・エアがゴール下のリバウンド争いで高校もね、でおまけに仲間にも取られちゃってねと岡谷ヘッド、ポリポリ。しかも大分を苦しめたのはスカウティングでしっかりマークしたはずのデミオン・ベーカーにミドル決められちゃって、要所要所ツーショットね。第2クォーターに登場する青木、さらに情報にも大分としては追い打ちをかけられた格好だったんです。青木が見せます軽快なショット、さらに情報は得意のスリーポイントを華麗に立て続けに2本も決める。東京前半で7点リードです。それでも1個勝ちゃいい大分は第4クォーター、アンディ・エリスがベーカーを突き飛ばしながらこのショットを決めて一旦は同点に追いつきます。東京ジョー・ブライアントヘッドのお前ら勝ち気があるのか、勝たなくていいのか、この声に応えたのは日本人コンビ青木浩平と情報。まず青木15得点、情報は3ポイント4本を含む14得点、日本人だけで36得点奪った東京が快勝。大分は2つのうち1個勝てばいい状況なのに、逆にこれ敗れたことであと1つ勝たなきゃいけない崖っぷちに追い込まれました。福岡ももすでに連勝しています。ラスト1試合勝たなきゃいけない大分。日曜日ラストゲーム、一つ勝ったんで東京はゆとりがありますよね。逆に追い込まれた大分の桶谷ヘッド、心中はいかに。でも勝ちゃいいんですが、首の痛みのせいでジャスティン・アレンは結局欠場を余儀なくされて、さらに厳しい状況の大分。さあゲーム前、もう一度チーム一丸になって頑張ろうよという檄を飛ばした桶谷ヘッドに選手が応える。与那嶺スリーポイントショット、アンディ・エリスもスリーポイント連発。第1クォーター大分5ポイントリード。とっても負けられないシーズン、レギュラーシーズン最終戦、センター対決アンディ・エリス対ニック・デイビス、火花バチバチの主導権争いにブースターのヒートアップ。追っかける展開になったこの日の東京、第2クォーターこの日も青木浩平、デリナリのスリーポイント、さらに前日の活躍でマークが厳しくなっているはずなのに、情報を華麗にひらりかわして巧みなポイント、東京がじわ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 盛り返します。でも勝ちゃいい、負けたら終わり。気力充実を置いたバンディエルスがチャンスにしっかり決めて流れをぐいと引き戻す。そう、勝てばいいんだ、勝ってお願い。駆けつけたブースターの願いとともに鈴木のスリーが決まる、ガッツポーズ。10点リード大分、最高の形で前半を折り返します。ところ変わって福岡、はい、前日もシーズン全部終えちゃって、あとは待つしかない福岡の選手たち、川面、原口、加納3選手が生中継のネットテレビで観戦。勝負の行方を期待しながら、ワンプレーごとにこんなもう息を呑む時間を過ごしておりました。再びやりや後半、
第3クォーター立ち上がりリードした大分クリスエアが3つ目4つ目立て続けのファウル、ファウルトラブル。ジャスティン・アレンもともといませんのでクリスエアのこのファウルトラブルはなかなかにピンチ。これをきっかけに大分リズムがちょっと悪くなってしまう。ターンオーバー連発健常、ヘリコプターにゴールを許すと勢いに乗った東京は次々速攻が決まり一気の逆転。63対62、1点リードで東京最終クォーターを迎えます。さらに東京この日抑えられていた格好のデミオン・ベーカーが第3クォーター終盤から第4クォーター2ショットのゴールを量産。中盤東京がリードをします。でも勝てばいい負けたら終わり、大分も鈴木のスリーポイントシュートなどで粘って引き離されません。追いすがるんです。大分桶谷ヘッドはここでベテラン青木武と投入勝負。ただ青木のショット絶好なのになぜか入らない。東京3点リード、残り1分、タイムアウト、作戦を授ける両チーム。でここまたインサイド入ってきたいです。まず2点、まず2点、 OK、 後ろに行ってみよう。3点差、時間がまだある。まず確実に2点をという桶谷ヘッド。インサイド固められます。どうする、外から打ったスリーポイント、ブラックストーン帰っていいじゃないか。77対77、同点。大分ブースター席はそらもう、いけるかも、いけるかも。でも東京はヘリコプター、これ大分止められない。再び東京2点リード。残り時間天井を見やると17秒9。絶体絶命なのか、大分ブースター席エリアクディーヒートデビルズへの応援高まります。しかし残り7秒、アンディ・エリスにディーン・ブラウンがファウル。ワンエンドバンスロー、得た大分、お願い決めて。すごいプレッシャーです。1本目決めました。決めないと終わってしまいます。2本目アンディ・エリス、これもしっかりと決める、さすがエース。ニコリともせずにしっかり2本を決めます。これで土壇場で追いついて79対79。そうです、オーバータイム突入です。4723人、有明。さあオーバータイムで、ここでまた大分にアクシデント。与那嶺が今の情報との接触で右足負傷、ベンチに下がらざるを得なくなってしまいました。さらにターンオーバーからリードを奪えたはずの絶好のチャンス、ここも青木が逃してしまった。それでもこの後大分が同点に追いついて残り25秒、フリースローのチャンス。大分スローはクリの1本目決める、87対86、大分1点リード。決めれば2点差になるはずだったのに、これが決まらない。1点差、残り時間を使って東京はどうするとなれば、一番考えられるのはそうです、やっぱりヘリコプター。これは入った、再び逆転東京、88対87。大分に残された時間はわずかに 3.5 秒。どうする、お願い、ネイトゲミ。しかし運命のブザー、ガッツポーズ、東京2位確定。逆に大分ヒートデビルズは大健闘なんですが、たったのたった1点が及ばず、プレーオフ進出への道を断たれてしまいました。昨シーズンプレーオフここに立っていた大分ですが、今シーズンはあと一歩で逃しました。ありがとう、これからも応援するからね。観客を熱くさせるようなプレーの連続で自分も感動してしまって、心に残るようなそういうバスケットができたんではないかと思います。負けて悔いなしです。さあその頃再びライジング福岡のクラブハウス、最後まで固唾を飲んで見守っていた選手たちの表情にご注目。ヘリコプター行った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 、嘘、うわいや、奇跡ですね、なんか奇跡すげえブースターの気持ちが今日分かりましたね、はい。いやー、やー、来たよ、来た、来た。福岡の選手たちからすると最後6連勝破竹の勢い、コツコツやってきてよかったということでしょうが、逆に大分がレギュラーシーズンの積み重ねの恐ろしさといいましょうか、振り返ればあそこ勝っとけばとかね、いろんな思いがよぎったでしょうけど、ありますね。でも本当にヘッドコーチが言ったようにですね、もう全力をこう出した最終戦でしたよね、本当に悔いがないんじゃないですか。1点差だけに悔しいけれど、あんな小さなブースターがあんだけ一生懸命泣きながら応援するぐらい、すごいやっぱドラマがあって、やっぱすごいな、ここに来てって感じがね、してしまいますが。
さあそれではレギュラーシーズンの最終順位見ていきましょう。イースタンカンファレンスは東京が2位、新潟が3位。この結果2位の東京にホームアドバンテージが与えられ、ワイルドカードゲームは代々木第二体育館での開催となりました。続いてウエスタンカンファレンス、こちらは大阪がトップ、高松が2位、3位福岡。ワイルドカードゲームは高松のホームで、高松と福岡の対戦となっています。こちらももちろん一発勝負です。イースタンのワイルドカードゲーム、2位東京対3位新潟です。はい、東京が2位になったのでホームアリーナ有明でできるはずなんですが、日程の都合などもあって、はい、結局聖地東京代々木第二体育館でのゲームとなりました。ここですよ川地さん、やっぱりバスケ界の人間としてはもうこれね、特別な思いが。いや本当そうですよね。はい、これは選手たちにとっても同じでしょう。新潟の選手たち、東京の選手たち、 BJ が初めてここでという。 BJ リーグは初めて代々木であるじゃないですか。それもすごい意味のあることだと思うんで、はい、今日必ず結果残したいと思います。1試合でも多く試合したいんで頑張ります。もう懐かしくもあり、本当ここでできること本当楽しみです。ブースターをね、長らく待たせてしまったんで、ここを今日しっかり勝って、有明駅の、ね、チケットを持って新潟に帰りたいと思います。東京の青木浩平にとっても大学時代以来、実に6年ぶりの代々木でのプレー。すごい圧迫感というか、お客さんのすごいんで、やっぱりそういう中でできるってことはすごい特別なことですよね。ぜひ今日勝って、あの有明に戻りたいですね。決戦の地に川内さん、これ新潟から駆けつけたブースター、6時間バスでかかったそうですよ。いやすごいですね。こんな列がもう代々木第二の周りを埋め尽くします。紫軍団東京のブースター、それからオレンジ軍団新潟のブースター、中はもうほら天井の渦巻き、そしてびっしりのブースター、舞台は整いました代々木第二体育館。さあイーストのワイルドカード、最初50秒、最初の得点は東京のニック・デイビスタップでのゴール、新潟相手にこの最初のゴール。一方新潟も20秒後速攻から小菅、あれまだモップ部隊がいるんですけど、審判団にとってもちょっと慣れないんでしょうかね。こんなシーンがありました、ごめんなさい。さらにおいおいこっちやで、こっちやで。まあまあそんなこともありつつも、やっぱり記念すべき DJ 新代々木、主導権東京でした。フィールドゴール成功率ナンバーワンデミオン・ベーカーが立て続けのゴール、数字が物語る通りこの活躍。ただシューター池田、あれ新潟マット・ベルソンも新潟外からなかなか入らず、これを当然速攻に東京が結びつけて開始3分、8対2、当然ブースタータイムアウト。このタイムアウト取ってよかった、ピタリと決まる。外の攻撃から1点、アンドレ・スミスの徹底したインサイドアタック、強いですよ ね。そして広瀬ヘッドのこの転換も効いたという、はい、しかしまあアンドレ・スミス取ってよかったですね新潟。逆にでもこの人を忘れちゃいけない、ジョグ・ハンフリー、点の取り合いになった俺がいるよと中間純平も切れ込んでバスケットカウント。いやいやすごい展開です。攻撃のリズムが良くなった新潟も藤原が技ありのショット、さらにアンドレスミス勢いが止まりません。このクォーターだけで14得点、1点差ではあるんですが新潟リードでガッツポーズ、この気持ち分かりますね。分かりますね。それだけの決戦です。第2クォーターお互いゴール下での得点でした。出だし東京の元気印デミオン・ベーカーの決める、一方怪我が心配された新潟のロドニー・ウェブも戻ってきて、共にうずらじ胸を叩いて、さあ行くぞと。ここで先に抜け出したのはまたしても東京、攻め込まれていたインサイドの守りを強化しました。そうすると新潟はってと中に入れないんで外からのシュートに頼り出す、でも新潟はこの日外からがちょっと当たってなかったんで す、 そうですね、入んなかったですね。で東京はこのクォーターから必要な青木が次々と決める、あっさりと逆転する、まあ恐ろしいシックスマンに特にシーズン終盤になってきました。なってきましたね。ちょっとシーズン中盤でスランプ気味なところもあったんですが、はい、新潟もこれに対して必死のディフェンスなんとか食い止めようとしますが、ニック・デイビス、新潟相手にニック・デイビスが決める。それでも新潟はベテラン長谷川、スピードに乗ってのゴール下、存在感たっぷり、なんとか新潟1点差にまで追い上げます。ところが終了間際その長谷川の一瞬の隙を突いて青木、パスを受けてスピードに乗ってスリーポイント、ブザーとともに吸い込まれるブザービーター、これダメージ、これ大きいですね。インパクト大きかったんじゃないでしょうか、はい、青木浩平のシュート。前半折り返し45対41、後半追っかける新潟ですが、この東京の攻撃的ディフェンスの前にミス連発、ターンオーバーから速攻を食らう形、ヘリコプターダンク、この日一番の盛り上がり、たまらず新潟タイムアウト。
まだだよ、まだ走り負けちゃダメだよ、一緒に行こう、落ち着いていけというクロスヘッドですが、あんなに決まっていたスミスのショットまでも打ち出し、リバウンド争いではニック・デイビスと腕が絡んで、やめて、離して、離して、離せよ喧嘩両成敗、火花バチバチ、2人ともにテクニカルファール。しかし勇めて怒りが収まらないスミスはこんなブロックでゴールテンディング。対照的にニック・デイビスはというとファウルされても至って冷静でした。で、苦手のフリースローもきっちりと2本とも沈めて、代々木に有明名物のカープ実です。東京の攻撃って言ったらば、一度火がついたら止まらない。第4クォーターのディフェンス王子岩佐純に、そして情報といういろんな王子たちがきっちり仕事をこなし、常に20点リード。頑張れ。苦しくなった新潟ですが、熱い声援を送るブースターのために当然最後まで諦められません。せっかく代々木まで来たんです。でもそんな思いを断ち切るかのごとく、東京の青木浩平、憎らしいほどの決定力、また決められた。新潟ブースターの思いは通じずか。ここでタイムアップ。東京が BJ リーグ代々木ファーストゲームを飾るとともに、仙台とのカンファレンスファイナルに出場が決定。逆に涙の新潟、今シーズンもあとわずか、ファイナルにたどり着くことができませんでした。負けて非常に残念ですけども、まあ、だと東京さんの方が力あったということだと思います。こう代々木体育館がアパッチ色に染まってくれて、本当、まあ、僕らも頑張ったんですけど、ファンの皆さんが本当に僕らを後押ししてくれたっていう、本当にそれに尽きると思います。思えばレギュラーシーズン、川内さん、接戦の2位3位争い、はい、たらればいうと、もし新潟が2位で新潟ホームだったらどうなっていたのか、ちょっぴり考えたんですが、いやもう本当分かりませんよね。逆になってた可能性十分ありますよね。しかし東京だな、本当に圧倒したゲームになりました ね。その東京2年ぶりにプレーオフ進出を決めたわけなんですけれども、振り返ってみれば昨シーズンは最下位だったわけなんですね。その東京昨シーズンからの思い、そしてプレーオフはホームの有明、これは燃えないわけにはいきません。This year, I can sit on the bench and be more comfortable. I won't have to be as animated as last year because we have a good team. Tokyo's about to go get this. Holla back.本当に手応え本当に感じてますし、まあ本当にいけると思います。誰かが一人がカウントを間違えたりしてしまうと、布がすごい重くなってしまったりするので、みんなで息を合わせるところが難しいです。エンターテインメントっていうところに惹かれて、スポーツの応援するっていうことをお客様と一体になってこう一緒にできることがすごくいいところだなと思います。私たちいつもコートサイドで一生懸命踊ってるんですけれども、見てくれてますか？I can't watch. I like to, but I can't. It's impossible to watch. okay, I will. Thank you. やっぱり東京一丸っていうのをちょっとテーマに掲げたいなと思ってまして、東京アパッチの選手、それと、ブースターの皆さん、まあ、もちろん僕も MC として一つになって有終の美を飾られられたかなと。
なで一丸となって東京アパッチ、まずはプレーオフかますぜ。有明で待ってろよ。